僕ら弱くね。やばいでしょこの能力。キャラーやめてやめろ。ナイス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 テラソナイステラソ逃げろ。今日は皆さんニューカスガイ市にお越しいただきありがとうございます。ニューカスガイ市、はい、実際の地名とは特に関係ないんですけど。あ、そうなんですか。あ、なんか愛知県で同じよう。あ、すいません、なんでもないです。今日皆さんにはここで殺し合いをしていただきます。うわー、今日はマインクラフトでミニゲームをしていただきます。そのゲームの名前は愚痴壺。どういうゲームかと言いますと、皆さんには弓矢とそれぞれ個別の能力が配られます。その弓矢と能力を駆使して最後の一人になるまで戦ってもらうってだけ。ハート3つ分体力がございますね皆さん。はい、はい、これ弓矢を食らうとハート1個分ちょうど食らいます。3回弓矢を食らってしまうと脱落となりますので皆さん気をつけてください。選択3人まで拾えるケアパッケージ、これがまあ回復手段です。フェーズがどんどん進行していくと思いますが、今フェーズ1って今どんどんちょっとエリアがね狭くなってるんですよ。このフェーズを生き延びるたびに体力1回復します。おー、主に2つ、フェーズ生き延びることと交渉を飲むこと。このゲーム落下ダメージ受けないんで結構アクロバティックに動いても割と問題ないので、弓は最大で1本しか持てません。撃つと5秒後にもらえます。この弓のリロードとか持てる量とかは戦えば戦うほど弓が強化されて強くなります。できるだけ撃ち合っていた方が後々有利になるかもしれない、ね、なるほど。じゃあ持ってるよりかはキルした方が後半有利ってことですか。そういうことです。次になんか生存人数とかセーフエリア外とか書いてると思うんですけど、セーフエリア外ないってのは次のセーフエリアに自分が入ってるかどうかの表示です。エリアはコンパスの方向に向かえば入れるんで、とりあえず困ったらコンパスの方に向かってください。今回ね、グッチは空から見守らせていただくんで。ずっとグッチは見守るの？見守る係やね。ずっと？マリアそれ。まあずっと。ここからはデュオマッチで。おお、おもろそう。仲間がいるよ。マナコとは嫌です。なんで？なんで振り切る？チームはね、こちらランダムで決定します。デュオモード、死んだ後復活できます。味方が死んでも諦めないで。ケアパッケージを手に入れるとリスポーンビーコンがもらえるよ。はい、ビーコンを持ってスニーク15秒ぐらいすると味方復活します。どこでも大丈夫。ただし体が光るんで気をつけてください。やば。味方にポーション渡したいときはね、捨てるとそのまま味方に渡されます。あとケアパッケージ1個取ると味方2人にポーションが渡されます。あ、そうだ。コンパス3チーム獲得可能なので、さっきエリアを見るコンパスあったじゃないですか。あの迷子になっちゃった時コンパスを持ってスニーク10秒、味方の位置にテレポート、はい、これフレンドリーファイヤー味方への攻撃はありますか。よくぞ聞いてくれたな。ないぜ。ないよ。ありそうな言い方だった。最初はどういう風な感じで2人合流するんでしょう。いい質問ですね。どちらかがジャンプマスターとなって、ジャンプマスター聞いたことあるな。何隠してきた。もう一人の人を背中に乗せてエリトラで飛ぶことになります。どっちがジャンプマスターかは始まってからのお楽しみなので、気をつけてください。もろー。始まったら突然わかるぜ。ゴー。やろうぜ。タラコさんディスコードお願いします。お願いします。お願いします。タラコさんディスコード入ってるよ。タラコディスコード。おっ、タケオザムさん。あれ、ザムさん。お前近いぞ。お前ザムさんとか言うな。ザムさん、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 よろしく。俺能力出してたわ。僕隠密だわ。逃げキャラじゃねえかこれだ。どうすんのこれ。これどうすんの。隠密って何。これ隠密って今映ってるこれ。おお、見えてない。どういうことか。シフト押しながらずっと移動するわ。脱出だから。脱出って何。シフト押しながら攻撃食らうと上にバヒョンで飛ぶ。ええー。エリトラでクソ弱い。僕ら弱くね。やばいでしょこの能力。能力なしで頑張っていくしか。ケアパケ取りに行くぞ。取りに行こう。ないな。どこ。誰もいない。まあまだ降ってない。移動するときは隠密で行こう。あ、化け鏡、化け鏡。当たっちゃいけないあいつら。最短どの辺に。最短こっち方向に20メートル、この岩裏に、多分この辺にテラゾーさん、え、もう多分この岩ですよ。
テラスバレてるぞ。ここテラス見えてるよ。どこ行った脱出、どこだ。いや、この中だ、中。あ、いる。うん、うわぁ、2人いる。神さんから狙おう。竹尾さんと、やばい。中だ。寺澤さん、ここでは脱出は使えませんね。助けて寺澤、逃げろ。おかみさんキルした。脱出。脱出だ。まあ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 。かみさんやったから。かみさんやったからいいでしょう。ナイスナイス。いい脱出能力。どこだっけやっぱけ。ないぞ。あった。あれなんかあった。はいはいですここ。やばい。戦った代償がでかすぎた。なんかいる、なんかいる、寺野さんいるぞ。ま、待て待て、やばい。行けよ。おじゃ、やったやったやった、うまっ。来た、待て、爆薬。はい、こんにちは、ゲームマスターです。ですね、皆さんの弓にですね、あのいたずらで爆薬を乗せてみたんで、なんか矢の着弾地点が爆発すると思います。はい、爆風は 0.5 ダメージ受けちゃうんですけどね。うまいこと、これで敵をぶっ殺してくれ。これちょっと、やばいね、これやばいっす。サブさん、HP1 です。やべえ。おじゃ、回復して回復して、これで。いやだ、やめて、やめろ。何あれ、あれ何の人これ、ん、何。あ、あナイス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 、テラソナイステラソ、逃げろ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 、ナイスナイス。どこエリア、どこエリア、入ってる、エリア入ってる。あ、サボサボテンとかのとこいいんじゃない。ナイスナイス、ナイス、戻ってきてくれた、ありがとう。体力ないです。ちゃんと避けてほしい。体力ない。あ、おなろ。やったやった、テラスをさった。ナイスナイスナイス。竹尾さんこっちにいる。竹尾さんが一番近いです。あ、ショットガンになった。竹尾さん1点。ナイス。2点。3人いるそこ。闇炎1。あ、ごめん。ガミ竹尾化けるかな。でも竹尾かけてるから、ガミ化け。了解了解。竹尾さんが近い上、この上。
でフルコンさん、その岩裏にフルコンさんいます。お、ちゃちゃ、やっバレてる。ああ、ほんできた。しんしん。俺も近くにいろ。後で脱出だ。復活してるな。ショットガンのやつがあんまりすぐ飛ばんね。キャパケ取りに行かない。ナイスナイス。そのパンチがきつい。ポーション2個欲しい。はい、これラストポーション1。嘘、じゃあ返す。あ、いや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 、でもいい、でもいい。やばい、ここにこの辺に置こうかな。じゃあ俺お前2回復活してんだろ。テラスお前2回復活しときながらなんてこと言うんだ。グツボです。次のフェーズですね。なんと死者の怨念がちょっと怨念が成就してね、死んだ人は誰かの偽物として復活する可能性があります。偽物は本物を倒せば成り代われるぞ。頑張ってね。怖すぎ。これ誰、ちょっと待って、負けようかなんかいっぱいいるぞ。負けるかなんかいっぱいいる。俺の偽物弱いぞ。これテラさん偽物か。僕の偽物。負けかさんとの勝負。俺誰。さあ、グッズモの偽物もいるのかな。おい、グッズモ殺しやったんだ、マジで。出てこいよ。すいません、テラゾー見たら教えてください。殺すんで。テラゾーいる。どっちが本当のグッズモか。テラゾー殺したいです。テラゾー上にいるよ。テラゾー、あ、やべ、ザラテラゾーに当てた。さあ、あとやめろお前。あ、もう全員俺に。あ、脱出脱出
なるべく上を隠しよう。どこにいるんだ？上から撃てるのこれ。上いるね。偽物ですか？撃てるけどこれ当たらないわ絶対。了解。じゃあ死んでもらおう。さあさあ残り4人。バケンカさん何変わられてるのこれ。いろんなことが起こるんだな、グッズボーって。不思議。不思議。あれ？あなた本当にバケンカさんですか？違うな。さあどうする？最後の最後で俺が勝っちまってもいいんだぜ。あれ、バケンカさんおらくね。行って。バケンカさんもう死んでますね。え、こいつ。この野郎。こ。教えてやろう。俺の体力はもう1だ。ポーションもない。どうする？ナイス。ナイス。脱出強いんだね。知らなかったよ。何回も助けられたよ。今回は竹雄さん、寺野さんペアの勝利です。よかった。うまい。もう、はい、28ヒット。何位だったのかも分からなくなった。はい、もう偽物になってしまった人はもう偽物なんで、もう。その人が偽物の俺。本当だ。もう俺は。ピロピロだよ。ピロピロ。やめろ。ハキオだよ。ピロピロじゃねえ。ハキオだよ。俺ガミちゃんじゃん。いいじゃん別に。嫌そうだな。嫌そうだな。嫌そうだ。何回も負けそうになりました。今回。何回も脱出しました。